熊羅獣は、記事国出身の再起像、五神の時代に、長安に来て、約三百巻の仏典を管約し、仏教普及に貢献した、薬教像である。最初の三蔵法師。後に玄嬢など、多くの三蔵法師が現れたが、熊羅獣は、玄嬢と共にに大薬生と言われる。また、神体と、福建合を含めて四大薬教科とも呼ばれる。三論集。 常実宗の基礎を築く。官名のク熊羅獣は、サンスクリット名のクマラジーバの恩赦である。略称は羅獣、または獣。木汁石窟の入り口前の広場に最近建てられたク熊羅獣の像を主なもの。ク熊羅獣役による仏説阿弥陀教一部の経典において、大胆な創作や、意訳の疑いが指摘されるものの、彼の翻訳によって、 後代の仏教界に与えた影響は計り知れない。なお、当の現状三蔵による薬莢を、新薬と呼び、熊羅銃から新薬までの薬莢を、旧薬それ以前を、古分けと呼ぶ。道将、宋、はじめ、絵館、宋、明の四人をキ明と称す。その他に、道通る、曇り影、絵玄、銅、ひさし、道常などを加えてアキ明と称される。 ありがとうございます。